心は夏目漱石の長編小説、漱石の代表作の一つ。1914年4月20日から8月11日まで、朝日新聞で新先生の遺書として連載され、同年9月に岩波書店より漱石自身の想定で刊行された。なお、自費出版という形式ではあるが、この作品が岩波書店にとって出版社として発刊した。 最初の小説となった。悲願すぎまで、後人に続く、後期三部作の最後の作品である。連載開始からちょうど100年経った2014年4月20日に、朝日新聞上で再度連載が開始された。新潮文庫版は、2016年時点で、発行部数718万部を記録しており、同文庫の中で最も売れている。作品としても、 日本で一番に売れている本である。漱石が、乃木マレス家の巡子に影響を受け執筆した作品で、後期三部作とされる前作、悲願すぎまで、後人と同様に、人間の深いところにあるエゴイズムと、人間としての倫理観との葛藤が表現されている。明治天皇の崩御、乃木大将の巡子に象徴される時代の変化によって、明治の精神が批判されることを予測した漱石は、 大正という新しい時代を生きるために、先生を明治の精神に順守させる。もともと、漱石は様々な短編を書き、それらを心という題で統一するつもりだった。しかし、第一話であるはずの短編、先生の遺書が長引きそうになったため、その一編だけを三部構成にして出版することにし、題名は心と元のままにしておいたと、 単行本の序文に記されている。語り手は私。時は明治末期。夏休みに鎌倉由里ヶ浜に海水浴に来ていた私は同じく来ていた先生と出会い、交流を始め東京に帰った後も先生の家に出入りするようになる。先生は奥さんと静かに暮らしていた。先生は毎月雑司ヶ谷にある友達の墓に墓参りする。 先生は私に何度も謎めいた、そして教訓めいたことを言う。私は父の病気の経過が良くないという手紙を受け取り、冬休み前に帰省する。正月過ぎに東京に戻った私は、先生に過去を打ち明けるように迫る。先生は来たるべき時に過去を話すことを約束した。大学を卒業した私は、先生の家でご馳走になった後、帰省する。語り手は私。 腎臓病が重かった父親はますます健康を損ない、私は東京へ帰る日を延ばした。実家に親類が集まり、父の容体がいよいよ危なくなってきたところへ、先生から分厚い手紙が届く。手紙が先生の遺書だと気づいた私は東京行きの汽車に飛び乗った。先生の手紙。この手紙は上、第22章で言及されている。先生は、 両親を亡くし、遺産相続で揉めた後故郷と決別。東京で大学生活を送るため、奥さんとお嬢さんの家に下宿する。友人の K が家族との不和で悩んでいるのを知った先生は K を同じ下宿に誘うが、これが大きな悲劇を生む。手紙は先生のある決意で締めくくられる。初半本の想定は、背拍子が心収める箱の背は。 心、百年記念の特装版の題は、漱石が書いた序文の表記に合わせて、漢字一文字の、心に決めた。漱石というペンネームも言い間違いから生まれているように、へそ曲がりで、その根底には、正しさへの疑いがある。岩波書店、岩波書店の80年1996年、夏目漱石、心20日から、連載月金曜日のオピニオン面朝日。 新聞連載100年。2014年4月閲覧。創籍没後100年、人気衰えず書店で、文庫フェア、日本経済新聞なお、序文では、心と表記されているが、それ以外はすべて、心という表記で統一されている。序文の内容は、外部リンク、心事情を参照。ありがとうございます。